高田事件は、1883年3月20日に、発生した新潟県高田、久木地方を中心とした自由党員らを対象とした自由民権運動に対する弾圧事件。ただし、逮捕された大部分が冤罪であった。国事判高田事件費3月10日、富山県高岡随竜寺において開かれた自由党員による北陸七周遊試婚段階が開催され、 北陸地方における自由民権運動は最高潮に達した。ところが、19日になって参加者の一人である、長谷川三郎が警察官を侮辱した容疑で逮捕され、翌日に、長谷川の自白に基づいて、加藤忠明、八木原茂実赤井影明新潟県の活動家20名余りを政府転覆容疑で逮捕した。ところが、問題の長谷川は、実は、 新潟市審裁判所高田市長の検事法、堀小太郎の部下であり、いわゆるスパイとして活動に参加して、加藤、八木原ら地元自由党幹部の情報を入手して、堀と打ち合わせの上で逮捕にたらしめたものであった。その結果、5月までに合わせて、党員や支持者ら37名が逮捕された。もっとも、政府転覆計画の捜査そのものが一種の見込み捜査であり、 その大半の容疑者については、証拠が見つからないまま、8月までに22名が不起訴、加藤、八木原ら自由党幹部12名は起訴したものの、後半を維持できず、免訴、赤腐釈放となり、事実上の無罪となった。ところが、赤井影明については、前年11月4日に、共に逮捕された、井上平三郎、風間康太郎の2名と共に、高田で協議して、 天中東と呼ばれる秘密結社を結成して政府交換の暗殺計画を企て天中東の結成主意書文書としたことが判明した文書は具体的なものではなかったが赤いの自筆であったことから当局は3名を告示犯として告発した赤い以外の2名は協議には参加したものの明確な物的証拠がなかったことから計画参加の証拠なしとして 高等法院における余震で免訴となったが、赤井のみは、直筆の主意書を根拠として12月17日に、重金59年の判決を受けた。なお、赤井は、翌年3月に、石川島監獄から脱獄して逃走中に、目撃した人力車社夫を、殺害、9月に、静岡県にて逮捕され、1885年7月27日に、殺人罪によって、 公主刑となった。赤井影明の墓逮捕された大部分は当局によるデッチ上げの告発による逮捕であり、後日明らかとなった赤井の事件とも全く無関係であった。そのため、この事件は自由民権運動弾圧を図った当局の鉄像事件とされている。ありがとうございます。